はい、皆さんお久しぶりです。マリモです。ということで、マリオカートエイトデラックス、久しぶりにやっていきたいと思います。まあ、本当にここのとこずーっとやってなかったので、どうなるかなーと思いつつ、もう全く練習なしでやっていきたいと思います。落とされた、あっとっと、ここ忘れてた。こんな風になってんだっけ。ただ今みたいに突っかかってたのにもかかわらず8位なので、儀式やってた人たちが多いんでしょうかね。よいしょ、押し曲がれた。カスタマイズとしてはそれなりに動かしやすいカスタマイズで来たはずなんですけど、どうだろうな。本当にかなり久しぶりな感じがしますね。よいしょ、さあもう一個投げちゃえ。とりあえず攻めていきましょうかね今回。さあ6位まで上がってこれましたが、とやっぱりカーブの仕方とか少し甘い。やばい、あらら。9位か、微妙な感じになっちゃいましたね。よいしょ、10位だ、さらに落ちた。てかね、この部屋久しぶりにやる割には確かにレートがねちょっと高いとこなんですよね。そしてキノコ取っとけばよかったな。あー、やっぱり広がる。赤コーラ持ってるか。まあいいや、切っちゃえ。アップだ、曲がりすぎるとこだった。お、体当たりのおかげで相手もダブル持ってたし。あー、でも緑3つか。これじゃあもうな、どうしようもないな。でも下手にダメージを食らって抜かれるってことはないはず。 OK、おっ、4位。いやー、久しぶりにやってるようにはとりあえずいいんじゃないかなということで、次行きましょう。はい、ではお次はマリオサーキットだっけ、ここ。150cc。 あ、やばい間違えた。あー、こういう場合ってもうダメなんですね。まあいいや、とりあえず人数が減ってこの9位が最下位となったので出ます。コイン、コイン。じゃあコインをとりあえず集めながら走りたいんですけど、一番後ろだと帰っていいかもしれないですね。よくよく考えたら赤コーラとかが下手に飛んでくることはないし、とりあえずこの順位で先にアイテムじゃないコインを回収しながら走りたい。よし、まあ1枚でも取れりゃね、何も取れないよりかは。ここオイルがあるから、いやー、これは突破で、ここのカーブもこっちを突破。よし、あっと、これ、やばいやばいやばい。アップな。オッケー、避けたの、いい判断。さあ、コイン6枚か。なんとも微妙なとこになっちゃったな。でも、順位はいいですね。4位だ。これ突破。さあ、なんだかんだで結構上がってきたぞ。お、もう1個また出てきた。突破。あー、クラクション持ってんな。これは、下手に突破しないでおきましょう。さあ前に出てきたドンキーがいたけど、なんか食らってた音がする。みんな近くにはいるな、やっぱり。お、ドンキー戻ってきた。さあ、あの1位の人のね持ってるクラクションが、ああ、嘘でしょ、後ろから食らった。突破、アイテムない。というかまたクラクション持ってんじゃん、マジかよ。でもこれでサインいただきました。よし、順調順調、十分十分。これだったらまたまたレートプラス15。さあ、じゃあ次のレース行きましょうか。はい、じゃあ続いてはキノピオ幅やっていきましょう。レート3番の人が抜けちゃったので、レート逆に自分が高い方になってきちゃいましたね。さあ、とりあえず今度はスタート足間違えずにやっていきましょう。で、そこは超える。あーっと、失敗。おいよーっと、オッケー、コインいただき。ジャンプアクション決めたと思ったら落ちちゃった。まあ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 、そこまで悪くはない。よし、ここ曲がれるよね。オッケーオッケー、曲がれた。さあ、なんだかんだ2位入れたぞ。今緑コーラ飛んでくると怖いから。ちょっと待って、今の反射の仕方あり。いやー、よりによってあんな横に抜けてくるとは思わなかった。おや、あれ、もう微妙な微妙な横の調整ができてない。
さあコインが4枚とまあ微妙な枚数ですね。そして当たりに来ましたね完全に。おっと危な、緑コーラ持ってたところ当たんなかったのラッキーだった。あーこれはこれは俺か、あ違ったラッキー。おーっといやー危な、嘘今のラッキー助かったんだ。あーでもこの人がバナナ使ってきたらやだな、抜けちゃおう。よっとっとっと危ねえ、いやーもうもうなんかアイテム持ってるのが怖い。みんなこれおっと自分のバナナこれ絶対今の。おいや、やっちゃったもったいない。うんでもまあコイン2枚だけど順位は割と良好。よし加速、ここをあーキノコ拾いに行けばよかったな。後ろに投げちゃう、当たったみたい、今なんか当たった音したけど気のせいかな。あー赤コーラがもったいない消え方をしていく。あーでもあーやっちゃった、落ちちゃった、したあーもったいないな、ほんと危ねー危ねー、いやー嘘でしょ、いや今回はダメかな、もういやーひどい、ほら暗い、しかもあの人多分ダブル取り行くよね、あ取り行かない、でもよかった取り行かなくて、ほら当たれ、当たる、当たった、当たってねー、くっそー、いやーいやー抜かないで抜かないで、まあ9位か、いやー3周目のダメージがつらい、そしてマイナス17。はい、では最終レースは自分があんまり好きじゃないワリオスタジアム、頑張ってやっていきたいと思いまーすと。でここまでちょっと実況やってみて思ったのは、久しぶりにこういう喋るのをやるとね、やっぱ何喋っていいかとかどう喋っていいのかとか全然分かんなくなっちゃってますね。おっと加速まで、あやっぱこういうのは定期的にというかねちゃんとやるもんなんだなーっていうのはすごく感じますね。とあーアイテム残ってねえや、まあいいや。さあでもやっぱり出だしはそこそこいいんですよね、あくまで出だしはね。さあバイクでうまく飛んでってと、あーキノコまあ一括かなくても多分まともにアイテム出てこねえべ、およーと。さあボム兵か、ボム兵ねここかな、うん見事に当てたみたい。さあよいしょ飛んで、ここでうんなんだかんだでいいんじゃない今のところやっぱり。ただ前の人ねちょっと早いですね、思うんだけどやっぱりアイテムがないと自分は全然太刀打ちができないので、これはねもうとにかく後ろでうまく走っていくしかないよねっていう。さあ1位早いな本当に、ディフェンスアイテムとしてもしっかり抱えておきたいんだけど飛んでったのが見えたので落としておきました。でまあキノコ持ってるからねすぐに加速はしてくると思うんですけどね、あんまりね早く行かれてもその後が抜けないので、まあ使っとかないとっていうとこでしたかね。さあでも1位がいい感じに見えてきたぞ、あーっと赤コーラ捉えて、うーんサンダーも嫌なとこで来たかな正直。3位が結局今どこ走ってんだろう。さあスターが迫ってるような表示があったけどとりあえず大丈夫そうかな。あー赤コーラか、1位これで落としちゃうの申し訳ねえな。おーっと嘘でしょ、ここでここでラストでそれ食らう、いやーマジか、最後のなければな3位入れてたのにな。さあ結果はマイナス3、いやーきついねそりゃ。はいというわけで少し久々の実況プラス久々のマリオカート、まあ調子少しね最終的にはプラスいくつだ 10?
で終わったんですけど、まあ最終レースの最後のあれはきついな。まあいいや、とりあえずまた頑張ってやっていきたいと思います。というわけで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきましては、今言ったばっかり。もうほんと何喋っていいかわかんなくなってる。楽しいと感じていただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画もお付き合いください。バイバイ。